さあ2015年上半期もあと2日で終了。あなたの上半期どんな思い出できましたか？私いろいろありましたね。初めて年をまたいで大感謝祭開催、新放送魂のラジオ終了に伴いたまりくリリース、アコースティックギター1本による弾き語りですね。初のデジタルシングル配信、何度でも花が咲くように私を生きよう、まあ、これはデジタルじゃないとちょっといろんなことが間に合わなかったっていうこともありながらのですけどもね。でもおかげさまで香港台湾でも一等賞いただきました。ありがとうございます。 J-POP チャートだけどね。チャーさんのロックプラス参加で武道館ライブにもギタリストとして参加、 NHK ホットスポットも、あ、今年だったんだ。そうだね、そうですね、そうだね、うん、でブロス TV 復活で CM 活動もろもろで、なんかほらお知らせもあったじゃん、今日も後で言うけどヒーロー話ね、そんなことやったりとか、朝日さんの CM 撮ったりとか、タイに行ったりとかですよ、有明行ったりとか、いろいろあった。そしてですよ、本日は映画ありのままでいたいの主題歌に決定して、改めて歌い直した、ギターも入れ直した、みかん色の夏休み2015初本や。ほらいろいろやってる、これやってないようでやってる。いろいろお話ししていきます。